男の人と女の人が子供について話しています。女の人は子供に何をさせたいと言っていますか？いやうちの子は遊んでばかりいて困りますよ。あら、小さい時は遊ぶことが大切でしょ？いやいや、今から勉強させないといい学校に入れませんよ。最近は本当に入学試験が難しいんですよ。でも、やっぱり子供の時は外で元気に遊ばせたいですね。うちの子は本ばかり読んでるんですよ。女の人は子供に何をさせたいと言っていますか？1、勉強させたいです。2、外で遊ばせたいです。3、本を読ませたいです。4、いい学校に入れたいです。アパートの前で男の人が女の人に会いました。男の人はこれから何をしますか？あ、山田さん、お出かけですか？ええ。今日はね、雨だそうですよ。ええ、本当ですか？こんなにいい天気なのに。でも今天気予報でね、午後は雨って。洗濯物外に出していかない方がいいですよ。そうですか、ありがとうございます。中に入れて出かけます。男の人はこれからすぐ何をしますか？1、洗濯をします。2、洗濯するのをやめます。3、洗濯物を外に出します。4、洗濯物を部屋の中に入れます。男の人がお医者さんと話しています。お医者さんは何をするように言いましたか？最近本当に具合が悪くて。働きすぎですよ。運動も全然していないでしょう。休みの日は何もしたくないんです。休みの日は寝てばかりいないで体を動かしてください。はい。お医者さんは何をするように言いましたか？1、運動をするように言いました。2、よく寝るように言いました。3、会社を休むように言いました。4、何もしないように言いました。言葉の覚え方について話しています。女の人はどうしますか？ああ、こんなにたくさんの言葉覚えられない。ノートを作ってもダメだし。僕はね、一枚の紙がいっぱいになるまで同じ言葉を書くようにしてるんだ。へえ、それいい？うん、やっぱりこれが一番だよ。他にもテープを何回も聞くとか、言葉を紙に書いて壁に貼るとか、いろいろやってみたけど、ちょっとね。繰り返せば手が覚えてくれるよ。じゃあ私もそうしてみる。女の人はどうしますか？1、ノートを作ります。2、言葉を書いた紙を貼ります。3、テープを聞きます。4、たくさん書きます。
火事がありました。原因は何ですか？昨日うちの近くで火事があったんですよ。え、大丈夫でしたか？ええ、幸いうちは何ともなかったんですけど。よかったですね。でもどうして火事になったんですか？タバコの火ですか？それが夕ご飯を作ってる時に電話がかかってきたらしいんですよ。はあ。それでその料理の火を止めないで電話に出ている間に火事になってしまったんだそうです。そうですか。うちにも小さい子供がいるからストーブやマッチには気をつけなくちゃ。火事の原因は何ですか？1タバコの火です。2料理の火です。3ストーブです。4マッチです。